当然俺も問題なし。てなわけで機体のボーカルを拾って舞台に向かいますか。おいおい、今さら会話聞かんぜ。探す時間がない。それに綾地さんが歌うイベントがあるってもう噂が流れちゃってるみたいだから。どうしても無理ってことなら仕方ないな。できる限り出てもらいたいもんだ。ダメかもしれません。このままだと心臓が爆発してしまいそうで。もう思い出させないでください。今のところは平気です。緊張してるせいかそんなの感じてる余裕もなさそうです。でもやります。今さら逃げ出したらいろんな人に迷惑がかかりますから。舞台に上がっても迷惑をかけてしまうでしょう。星野くん。そうそう、綾地さんはそんなに緊張しなくていいんだって。ほら、よく考えてみたよ。準備不足でろくな練習もなく、いきなりバンドを組んで舞台に立つなんて最初から無謀、失敗して当然。そしてこんな舞台に引きずり出したのは全部修二の責任だ。そうだっけ。確かに狂気の沙汰だわ。私楽器については詳しくありませんが、それが無茶だということは分かります。あれもしかして俺一人が悪者パティーン。なんか自分の心配をしてる場合じゃない気がしてきた。むしろ超初心者の星名を心配すべきだ。そうかもしれませんね。私なんて歌うだけなんですから。星名くんに比べたら簡単な方ですよね。気にすんなって、どうせ下手なんだから。努力します。